今日の名言、トーマス・カーライル、イギリスの歴史家。2月5日はカーライルの命日、1881年です。すべてのことにおいて人間は苦悩をくぐり抜けて完成されるのである。すべての大偉業は最初は不可能と言われた。逆境とは、天が自分という宝石を磨くときに使用するダイヤの粉塵である。人間にとって最優先の課題は、この世で自分がなすべきことを見出すことだ。天才とは、無限に努力できる能力のことだ。圧力がなければダイヤモンドは生まれない。この国民にして、この政府あり。誠実さ、深く偉大で純粋の誠実さ、それこそが英雄の第一の特色である。自分よりも優れた人を称賛できる心、それが人間が持ちうる最も素晴らしい心である。信念は行動に移さなければ価値がない。目標のない人間は舵のない船のようである。人間を船に例えれば、 95% の人は舵のない船だ。いつかは豊かで繁栄した港に流れ着くだろうという甘い希望を抱きつつ、風と潮の変化のままに手をこまねいて漂流している。こんな船は大抵岩にぶつかったり座礁したりして沈没してしまう。人生の目的は行為にして思想にあらず。人を説得して動かそうとするものは、自らがまず感動し、自らを説得することから始めなければならぬ。経験は最良の教師である。ただし授業料が高くつく。自分より立場の弱い人に対する接し方に人の偉大さは現れる。沈黙は口論よりも雄弁である。価値ある人間だけが他人の持つ価値を理解できる。人は何かを信じることによって生きる。様々を論じ合うことによってではない。たとえ太陽系と天体のすべてが壊れたとしても、君が死ぬのは一回きりだ。私は自分にいつも賛同してくれる人と多くは話したくない。しばらくの間おしゃべりするのも楽しいが、すぐに飽きてしまう。人生で最も大切なことは、遥か彼方にあるものを見ようとすることではなく、目の前にはっきり見えているものをきちんと実行処理することだ。同じ花崗岩の塊でも、弱い人にとっては障害物になるが、強い人にとっては道に置かれた踏み台になる。羞恥心はあらゆる徳の源泉である。働くことができない、人間として使命を果たすことができない、これが結局人間の唯一の不幸である。恋愛は発狂とは異なるが、両者は共通点が多い。なすべきことを見つけた者は幸いである。その人には他の幸福はいらない。何かおかしいという感覚が科学の起源に違いない。一度でも心から全身全霊を持って笑ったことのある人間は、救いがたいほどの悪人にはなれない。